はい、というわけで9月の1日です、深堀 TV 始まりました。司会の城です。よろしくお願いいたします。今夜はですね、ゲストに青木治さんをお迎えしまして、青木さんの著書安倍三代、こちらをですね、テキストに、安倍晋三氏のルーツを、手繰りながら、安倍晋三とは一体何者だったのか、そして安倍政治について深掘りしていこうと思っております。もちろん近づいております国葬問題なども話していきますので、皆さん最後までご覧いただくには会員登録必要になりますので、ぜひとも会員登録していただきまして、最後までトークの方お付き合いください。よろしくお願いいたします。それでは早速出演の皆さん紹介していきます。まずは沖縄帰りでちょっと焼けてらっしゃるような気がいたしますが、アラッパのダースレーダーさんです。はい、よろしくお願いします。どうもどうも。はい、沖縄どうでございました？沖縄面白かったですね、うん、知事選の頭の取材に行ってきたんですけど、近島さんと下地幹雄候補が、ね、はい、なかなか派手な感じで。派手な感じ。うん、まあでも、面白かったです。また、その投開票のタイミングでまた行くので。なるほどね。9月じゃ11日の。そうですね。前後に、前に行くと。今回ね、青木さん、その安倍三代なんですけど、青木さん、日本会議の方も出してて、うん、実はそれも安倍政治っていう意味では、はいはいはい、その伏線として、うん。で、統一教会の話も、まあいろいろ出てくると思うんですけども、統一教会の話をみんなしてると、日本会議が言ってたことが統一教会が言ってたみたいな風にすり替えられていくけど、存在としてはやっぱ日本会議の方がでかいと思うので、うんうん、確かに、まあこのタイミングで日本会議の話ちゃんとしてもらうのもいいかなと。そうですね、思ってます。はい、はい、多分ね、皆さんも青木さんの話楽しみにしてますとコメントも今日早速流れてきてますので、まあ、いろんな話聞いていこうと思ってます。聞きたいことがある方はぜひコメント欄にも書き込んでください。よろしくお願いします。そしてもう一方、レギュラー出演陣は社会学者の宮田真嗣さんです。こんばんは、よろしくお願いします。はい、こんばんは、よろしくお願いします。沖縄で熱中症になりましたけどねちゃんと沖縄を引き継いでいただいて、はい、ありがとうございます。沖縄やっぱ現職は苦戦ですか、どうなんですか？今のところ、うん、先行してるということですが、熱気は、うん、本当に支持者の年齢層が、うん、やっぱりその玉城デニーさんを支持してる方は割と高齢な方が多くて、うん、で、佐喜眞さんは本当に業界、今回の金秀グループってもともとオール沖縄で、小屋さんってオール沖縄の共同代表だったんですけど、うん、金秀グループが佐喜眞さんの演説、応援演説入ってたんで、うん、結構、あ、もう業界団体は本当に自公の方に明確につくぞっていう、だからその集まってる聴衆も本当に業界の方みたいな感じですね。なるほどね。稲峰さんがさ、太田正秀さんを破った時の状況とちょっとなんか似てる感じがするんですよね、うん、太田さん支持層はこの年齢化していて、うん、戦中の記憶は生々しい人たちで、うん、そうではない、やっぱ権益を生きるしかないなと思ってる人たちは稲峰を支持して、うんうん、保守政治に舵が切られて、うん、で今日の沖縄の路線が敷かれてるわけですけどね。だからちょっと、玉城デニーさんどうなるか心配だなっていうことがあります。20年経ってるから、うん、実はそのまま20年としてってますからね、うん、皆さんね。そうですね、確かにね、まあ、その辺またダースさん沖縄に行かれて、はい、安倍さんからなんですよ、はいはい、安倍三代、ね、多分ね、若い世代は、ね、政治家になるってことの意味が、ね、よくわからないかもしれない、うんうん、で日本で政治家になるということは、まあ、欧米先進国で政治家になるのとはだいぶ訳が違っていてで、どう訳が違うのかって、まあ、ある種の階級制なんですけれどもね、うんうん、そのことがよく書いてある。その意味で皆さんが素晴らしい政策と人気を得て国政に出たとして、さてそれで普通に政治家になれるのかどうか、そんな甘くはねえんだよっていうことですよね。ということでございますが、さあ今夜のゲストをご紹介させていただきます。安倍三代の著書でもありますジャーナリストの青木治さんです。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。番組初登場ということで、もう青木さんの出演を待ってる方が実は深堀 TV ファンにはたくさんおりましてですね。いやでも僕はいつも宮台さんをゲストに招く立場なので、なんか帰ってくるとなんかちょっと宮台さんの前にいるとなんかちょっと照れくさい。いやそれ僕も同じで、はい、でも結局界隈って狭いと思いますけど。確かにね。初めてなんだかんだ言いながら結局なんかまともな人たちはつながってるんだよ全部ね。まあだから言いたいことを言える人がどれだけ少ないかというか、毒まんじゅうを食ってない人は本当に少なくなってしまったなという感じがしなくもないんですが、ね、だって金平さんも報道特集も降板ですよね。ねえ、マジですか。そう、さっきもコメントで流れてましたけど、うん、なかなかね、まあちょっと今日はそのジャーナリズムとかマスメディアに関してもお話をまた聞ければなとは、うん、ね、まあ報徳がね、統一教会問題で突っ込んでいたのはやっぱ金平さんの力すごく多くてですよね。やっ
まあ、あの裏情報だとやっぱ金平さんそんなことで社内でもやっぱかなり疎まれてはいたということだよね。ちょっとですねその辺統一教会問題も番組前半にお話を聞いていこうと思ってますが早速、トークに入っていく前にいつもの定型のアンケートをいくつか取らせていただこうと思います。最初のアンケートは、ね、今日のユーザーの皆さんの年齢の属性から聞かせてください。10代20代30代40代50代60代70代と選択肢が出ると思いますが、まあ、大体いつもメインターゲット、いつもボリューム層が30代40代50代ということになりますが最近ねあのテーマによっては若い方、見てくれているんですけどもさあ今日はその安倍晋三を深掘りするということでどんな年代の方が今日若者に人気の人でしたか ね, ねそうなんですよね、まあ、本当に亡くなった直後はねまあ見たいものしか見たくない世代だからね日本の垂直効果を絶えず歌っているこの番組に確かにに関心を寄せることは難しいかもしれない。すまん50代やというコメントも来ておりますが僕大体この番組の一番若いのは僕ですもんね。そうですね、うん、そういうことになりますね。ゲストの方もまあ割とね、うん、西田さんとか来た時はあそうか西田さんは僕でしたか、うん、そんな感じだったと思いますが結果見てみましょう。こちらです。はい、今日の年齢層こんな感じでございますがいかがでしょう。年齢を押し間違ったおさむちゃんファン今日10代全然ないゼロパチ10代ゼロパこれも初でございます、ね、初だね。これは何効果なのか安倍晋三効果なのかよく分かりませんが、まあまあ大体いつも通り30代40代50代がメインターゲットでございます。じゃあ次の質問いきましょう。9月の27日ですからもう約3週間後に迫ってまいりました、安倍元総理の国葬でございます。今世論調査はですね、まあ、賛成反対がこう随分こう逆転したといいますか反対の声が大きくなっているんですが今日をご覧の皆さんは安倍元総理の国葬を賛成か反対かこちらのアンケートを取らせていただこうと思います。これすごいねこの質問自体が僕は面白いと思うのは、うん、今回土屋さんがやろうとしているのは国葬儀っていう謎の儀式なんですけど、まあ、確かに賛成するも何も何だか分かんないんじゃない。まあ確かにね何だか分かんないじゃないですか、うんうんうん、国葬とも一応違う呼び方にしてて、うん、なんだか分かんないものに賛成するってできるのかな。法的な規定がないんでないですから ね, ね昔戦前はあったけどね、うん、国葬とは呼ぶのは良くないってことだったんだと思う、ね、当日は朝から酒盛りという方もいらっしゃいますけどさあ結果見てみましょう。賛成反対どちらとも言えないの三択です。賛成する人いないでしょ。まあねこの番組見ている人はいないと思いますけどねこの番組はとりわけね偏ってるんですよ多分ね9割反対だわ9割いましたねこれを確認したかったという感じで、ね、まあ、賛成の人もね、うん、ひねくれてるかもしれないですからねあもしかしたら、ねうん、なんか一周回ってみたいな一周回って賛成する日本の崩壊を加速させる加速的にね、うん、だってあの G7 もトルドーしか来ないでしょ、ね、そう G7 っていうか、うん、当然ねもうこんだけカルトのことが報道されてたらさ国葬当日はお赤飯という方もいらっしゃいますけど、まあ、ちなみにいろんなメディア の,、その世論調査では16番の皆さん出していただければ分かると思いますけども、まあ、反対の方が上回ってきておりますね、うん、まあ、読売だけではない。確か賛成がちょっと上回ってるんだね。読売がそうですねあの8月5日から7日でやったやつで、うん、賛成 49% で反対が 46% ということですから、うん、まあ、読売だけが上回ってるということで、うん、まあ、各社は産経もだってね、そうそう、うん、そうなんですよね。産経新聞ですら反対がというと産経は今日の社説でね万難、いろいろ万全の期して国葬をやるべきだっていう主張っていうコーナーで言ってましたけどね、うんうん、でもそれ言わないと産経新聞のね、ブランドなくなっちゃうからな。そうですね、読者が喜ばないですからね、うん、最初に待望論って出したのが産経なんですよね、うん、そうなんですよね。さあ、青木さん、安倍元総理が撃たれ亡くなったのが7月の8日、うん、まあ、そろそろ、ね、2ヶ月が経とうとしているわけですけど、まあ、当初は衝撃の大きさからまあ、いろんな、ね、声が出ていたんですけど、時間が経つにつれてその統一教会という背景が出てくる中で、まあ、国葬も、まあ、今の世論調査のアンケートを見ていただいてもですね、まあ、読売を除いては反対が多くなってきているということなんですが、この2ヶ月ぐらいの動き、青木さんはどんなふうに眺めてらっしゃいました。僕いつも言うんだけど、政治記者じゃないん で,、で政治記者でなりたいと思ったことも一回もないから、政治家の気持ちなんか知りたくもないんだけど、うん、まあ、でも分かんない、僕ですら思うけど、岸田文雄氏は今、ああ、早
早まったなと思ってたじゃないの。いや、間違いないです ね。ですよね。国葬なんて言わなきゃよかったな。いや、でも、まあ、明白な目的はありますよね。うん、それは要するに安倍派の中から、あの安倍の弔いということで、いわゆる自分の権力を脅かすような勢力が立ち上がってくることは多分恐れたんだと思うんですよね。だから我こそが安倍に寄り添うものなりって、最初に名乗りを上げることによって、うん、そういう勢力をくじくっていう目的、まあ、それ以外考えられないけどね、うん、だから完全にエゴセントリックだよね、岸田文雄は。そうですね。まあ、だけど、うん、本当その目論見だったとは思うんですけども、うん、これだけその清和会が統一教会とのべったりっていうことが、うん、こんだけ出てくるっていうことを予見してたらね、うん、もうちょい待ってりゃよかったなって思ってるんでしょうね。うん、ですよね。まあ、国葬を決定したのは7月の14日ですから、うん、まあ、安倍さんが撃たれて、まあ、もう1週間後には国葬を決定していたわけですから、まさかこんなことになるのかというところで、まあ、小さい派閥っていうことになるので、まあ、どうしても清和会にこう気を使って、まあ、そこの人たちの心をつかむということもしなければいけなかったということだと思いますが、まあ、しかしまあその予算とかも、もう発表にはなっておりまして、まあ、この予算というのもね、2億5千万確保、ね、あとは後でやった後に知らせます、ね、知らせますという、すごいですよね。これもすごいよね。だってもうそれ予算というのかっていう、みんなのお金でパーティーやりますって言ってね、いくらかかったか終わってからお知らせしますってそんなのあるかっていうね、うん、これもすごいなと思いますけど、まあ、ちょっとその辺の予算関係のやつも出ますかね、資料の方。これが14番になりますかね。9月の27日に日本武道館で行われますが、現在のところは2億4900万ということになりますが、まあ、ここから先、まあ、警備警護それから外国要人の接遇などはまた別途ということになります。まあ、ちょっとね、はい、意外なことに外国要人がそんな来ない場合、うんうん、お金がかからずに済むっていうことにもなるかもしれないですね。確かにね。うん、まあ、でももう使うつもりでいるでしょうから、何らかの形で使っちゃうような気がしなくもないんですけど、まあ、でもその外国要人来るの来ないに関わらず、やっぱり要人警護っていうことでね、大量動員されるわけですよ。ですね。それはなぜかっていうと、後で何か言われた時にもう一度開きが立たないのは困るっていうことでね、うん、だから実はこの、まあ、2億4900万なんて、まあ、国家予算から見たら本当ははした金だけども、警備関係の人的な予算がものすごいよね。まあ、これと一桁違うというふうに考えていいでしょうね。なるほどね。まあ、あの企画になるかどうか分かりませんが、昭和天皇が亡くなってくる大喪の礼とか、うん、まあ、それから平成天皇の即位の礼とか、うん、まあ、大体警備費で20億ぐらいはかかってますから、うん、まあ、宮田さんがおっしゃる通り、まあ、この10倍ぐらいは、うん、まあ、特に今回は銃撃されて亡くなったということで、うん、まあ、それは警備は手厚くやるということにはなりそうですけど、うん、結構単純にその経緯からして外国要人を呼ぶからうんぬんっていうけど、そんな外国要人とか呼べるような警備のクオリティじゃなかったっていう話なんじゃないのっていう意味では、呼んじゃっていいのみたいな。それ言える、うん、日本に来るの怖いから来ないんだよ皆さん実はさ。だってあんなあの後ろガラ空きみたいなね、要人警護の意の基礎の木ができてないような国にね、行くの怖くないですかっていう。そう、だって第二次安倍政権の、ね、始まった頃さ、首相官邸の屋上に大型ドローンが着陸してたんだよね。で、警備が発見したんじゃなくて一般職員がたまたま発見したっていうおもろい状態だったけど、ね、あれにでっかい爆弾とかついてたらおもろかったよね本当に、ね、うん、そういう感じでございます。うん、これ国葬に関しては青木さんどんなご意見をお持ちですか。いや、僕ちょっと真面目になっちゃうんだけど、本当に結構驚いてるのは、要するに最初に安倍晋三氏が、うん、その撃たれた、まあ、僕沖縄にいた時に、沖縄から東京に帰ってくる飛行機に乗る直前に知ったんだけど、僕と同じタイミングですよ。僕も沖縄にいたんですよちょうど。はい、あ、本当ですか。参議院選のねちょうどだから、で、ね、投開票前ですもんね。ご多分に漏れずいろんなメディアからあのコメント依頼があって、で民主主義、まあ、僕はその、まあ、最初そうだと思ったので民主主義に対する挑戦行為だみたいなことを前提とした上で話したんだけれども、うん、でももうご存知の通り民主主義の挑戦どころか、まあ、その統一教会っていうものにこう家庭を破壊された人による私憤だったわけだけれども、そうですね。でもね、そのさっきの国葬っていうものを決めたことを安倍、あの岸田文雄氏が今後悔してるだろうなっていうのは半ば冗談半ば本気で言ったんだけれども、うん、でもやっぱり人間の死ってこうあらゆるこう異論とか反論とか批判みたいなものをなぎ倒す力があるっていうのは僕はだからものすごい怖いと思ってたし、だから国葬っていうのをやるっていうことも一部にその安倍批判層はいるだろうけれど、でも結果的に大枠では認めてくれて、
その弔意ってものを示すだろうっていう打算が岸田氏にあったと思うんだけど、うん、今ここで半ばね、いやそれは宮台さんもダースさんもジョーさんもこれだけ自由にバッカじゃないのって言える状況になってるっていうのが逆にこうちょっとこう僕は驚きっていうか、ね、はい、考えます、なぎ倒されなかったっ、うん、だから当初僕の予想はだから2つの方向ですよね。で1つは逆に人が死んじゃってんのにお前そんなこと言うのかっていう空気がしが入りする。もう1つは瓶の蓋が取れて実はいろんなところでですねあれもこれもというですね隠されていた情報が噴出する、うん、どちらかっていうと明らかに後者になりましたよね、うん、だからそれはもちろんですね今回の銃撃の容疑者山上氏も予想していなかったし、はい、まあ、両方あり得るとはいえそうなるっていうふうに確かに分かっていたわけではなかったからね、うんうん、だからそれで言うと、うん、もうそのこう率直に言っちゃえばね、うん、その国葬っていうものもこれだけの批判を浴びるっていうような、うん、まあ、ある意味で安倍晋三っていう政治家の、うん、なんかまあ三代って意味ではその岸以来のね、こう積み重ねてきた統一教会との関係も含めた、なんていうかこう安倍晋三っていう政治家のピリオドっていうのは本当に申し訳ないけど不謹慎かもしれないけど、ああこうやっぱりこういう形で打たれるんだっていうのの考えを逆に感じるくらいですよね。僕結構国葬に関してはコラム書いたり発信はしてるんですけども、実はその弔意云々っていうか僕は安倍さんの支持してたり安倍さんのことが好きな人が一定数いるっていうことを前提として、で、まあ、民主主義って言葉が出てくるときに、うん、で岸田さんも民主主義の根幹である選挙がとかね、うん、の国葬の理由としても挙げていて、民主主義を脅かされたからこそ国葬するんだってこうよく分かんないもうよく分かんない理由なんですけども、まあ少なくとも岸田さんはその民主主義を守るための国葬っていうのを民主的な手続きで決めてないっていう事実が あって、で僕は そこを賛成する人に問いかけてるのは、国葬賛成の人がなぜ民主的な手続きを遵守しない立場をみんな取っているのかっていうのが僕は不思議だししょうがないと、ね、国葬をやりたいんだったら民主的にそれを決めりゃいいじゃんっていう、うん、そうだね、まあ、少なくとも野党の意見を聞くべきでしょ、ね、もともと統一教会って、まあ、犯罪的宗教集団、つまりカルト集団だからね、うん、カルト集団とズブズブである自民党っていうそういうあり方、それ自体で民主主義に挑戦しているわけです。そうなんですよ、ね、でそういう本質的な問題、つまりそのズブズブを招いたのはそもそも誰であるのかっていう問題、うん、それがまあ最大の問題であって、うん、であれば民主主義を守るためには国葬にしちゃいかんだろうっていうのが普通の考え方で、だからその民主主義の挑戦っていう言葉がねじれて、その統一教会の政治との癒着が本当に民主主義の挑戦がずっと続いていたっていうことに、まあ、なってしまっている。でそれに対抗して何かを決めるんだったら、やっぱり民主的な手続きっていうものに立ち返る以外のあらゆる方法はないんですよ。少なくとも民主主義国家でありたいのであれば。確かに。で岸田さんの当選だけできなかった以上、まあもうそこはもう終わりだと思うんですけども、でもそこで分かってくるのは、日本ってそもそも民主主義国家ではないって僕はずっと言ってるんですけども、うん、でこれ西田亮介さんが来た時に、いや日本は民主主義国家の機能はちゃんとありますよって言い方をしてるんですよ。いやありません、西田は間違ってるそれは小室直樹は、ね、散々昨日のね彼小室直樹私の師匠が書いてきたように、日本は民主じゃなくて官主なんだよね、官僚主導国家で全てを官僚が決めていて、いや司法権力でさえですね、残念だけれども、司法権、まあ、その裁判所における判例よりも行政権力の前例の方が重要で、政治家から一般市民もちろん官僚まで含めて判例ではなくて行政官僚の決定前例を参照するんです必ずね、例えば誰々を国葬にしていいでしょうかみたいなものも判例ではなくて必ず前例を参照するっていうね、これはねかっこつき民主国家の中では日本だけなんですだから それだけでも日本は選挙制度があるだけで民主国家ではないんですよね。で国葬の決定とかね、まあ、様々なですね例えば集団的自衛権の容認とかいわゆるそのシンボルの政治の部分では政治家が主導しているように見えますけれども、実際には国 その機関的な仕組みあるいはその作動のほとんど全てを行政官僚が決めていて、その行政官僚の力量たるやものすごい勢いで垂直降下しつつあるっていうね、
その状況なんですよ。でなので、ね、日本人ってもともと、まあ、三島に言わせれば空っぽだしトンマですけれども、それでもやってこられたのはなぜなのかって、それは慣習、民主じゃなくて慣習、行政官僚主導国家だったからなんだけれど、結局あの世界的な状況の変化に適応できず、エネルギーシフトもできず、国防についてもアメリカの結論のより以外の能がなく、国際的な評判もどんどん落ちるばかりっていうような状況を、この状況でも変えられないんですよ。だから何度も言ってる、日本はただただ垂直降下するっていうふうに25年間ずっと言ってるわけで、その通りになったでしょ。皆さんおめでとうございます。おめでとうございます、はい、まあ、そもそも民主主義って言うんだったら国会いなきゃって話なんですけど、はい、いや、まあ、そうです。だから、はい、シンプルにね、ね、資本憲法で決まってるわけだから、うん、であれ自民党がね、なんだかんだこの時期が決まってないね、うん、いつまでやるとは決まってないからとか言ってのらりくらりと逃げてますけども、うん、まあ、国会を開かないし、で茂木とかがね、その異論の声聞こえないみたいなことを言ったりね、うん、まあ、茂木っていう人は、ね、相当耳が悪いよ、うん、でね、その組織として統一教会との関わりはないみたいなことを早々に言ってみたりね、うん、あの人は本当にあのしゃべってるだけで嫌な気持ちになるんですけど、うん、でもああいう人が、まあ、なんか言ってるっていう状況を許しているっていうこと自体がね、まあ、本当主権者っていうものが何なのかっていうのを分かってないし、まあ、少なくとも主権者教育ってものを受けてない人が多すぎるから、民主主義かどうかっていうことが分かんないっていう、うん、だから国葬に関しての賛成反対っていうのが、うん、まあ、こうやって出るじゃないですか、うん、でこうじゃあこうやって分かれた時どうするんだっていうことを知らないわけじゃないですね、うん、でも本来民主主義国家だったら、じゃあこれ意見が分かれて根拠法がない場合はどうするのって、うんうん、国会で決めるんだよっていうことしかないわけですよ、うん、でも韓国最近面白いよね、今日のニュースでさ、 BTS の徴兵をどうするのかについて国民の世論調査をするっていうふうに政府が決定したよね。で、あの、じゃあ朝鮮日報などはさ、あの軍事的なね政策を国民世論を参照して決めるなんて国は聞いたことがないとかってぶち上げてましたけど、まあ本当にそうなんだけれど、ただ BTS がもたらす韓国経済におけるね、そのインパクトっていう、分かりますよ、分かりますよ、2年2ヶ月それでね、うん、韓国経済ダメージを被るっていう悪いこともあるけど、うちのね娘たち、まあ、高校生と中学生ですけど、いやまずいっしょ、これが前例になったら、うん、俺も私も徴兵を免除してくれって話が収拾つかなくなるよ、崩壊しますよね、子供でも分かるよ、うん、っていうことですよね、両極端だなって感じがしますけど、だから民主主義って、うん、何が何でも民主主義だったらいいわけでもないってことも大事です、ね、青木さん的にさっき宮出さんがおっしゃったその官僚主義っていう、日本は民主主義じゃなくて官僚主義っていうことを言ってましたが、青木さんの中ではまあ安倍三代も今日お話ももちろん出ますし、日本会議の方も書かれてますし、日本をその動かしている根本みたいなものってどんなものだというふうに感じてますか？日本を動かしている根本がだって今回韓国の新興宗教だったことが分かってしまうからね。いや、あのこれも半ば冗談で言うんだけど、うん、そのこう今の話、まあ、もちろん官僚手段はその通りだと思うんですけれど、そのすごい滑稽だったなっていうか、今回こうある意味興味深いのは、安倍晋三および安倍晋三氏のこう周辺にいる人たちが盛んにやった、まあ、安倍晋三っていう人の政治的跳躍台っていうのは日朝首脳会談だったと思うんですけど、要するにまあ北朝鮮に対する強硬姿勢っていうものが、まあ、彼らが要するにそのそういう排外主義みたいなのを煽ったので、あっという間に韓国に行き在日コリアンに行きっていうことが起きたと思うんですけれども、うん、その煽ったその彼らの、まあ、一部ではあるけれども、まあ、コアな支持層の一つがこう反日を教義とする統一教会であり、しかも反日かどうかは別としてね、で、まあ、本当に皮肉なことだけど、ここで言ったらそれを言ったらちょっと怒られるかもしれないけど、そのここに来て一部の情報番組なんかがもうめっちゃやってるっていうのは、あれは彼らがはっきり言えば安倍晋三氏が煽った嫌韓が根底にある部分は明らかにあってね、うんうんうん、要するにそのこう安倍晋三氏や安倍晋三氏の取り巻きたちが散々パラ煽ったナショナリズムや嫌韓ムードみたいなものが全てこう今回戻ってきてる、ブーメランのように戻ってきてるってこともあるし、で彼らに向けて一言本当に言えば、その統一教会との関係が何が問題なのかっていうけど、
まあ、韓国とかっていうこともあるけれど、外国の宗教団体にこれだけお世話になってて、そうです、ね、何が愛国ですかっていうね、本当ですね、何が国防ですか、うんうん、だからまあ本当サミュエル・ジョンソンでしたっけ、なんだっけ、あの愛国はあのならず者の最後の逃げ場、だからまあ人のことを反日とか言ってるやつってのは本当すべからくこういうものなんだろうなっていうか、いうのが分かったなっていうのが一つと、うん、まあ僕はあんまり好きな言い方じゃないけれど、まあ見事に壮大なブーメランが返ってきた。でさっき言った、僕は人の死ってのは別に右だろうが左だろうが嫌いな人だろうが基本的には僕は弔うタイプなので、うん、はい、あんまりこう茶化したくはないけれど、うん、その国葬までやるんだって言ったことが一気にこんなに雰囲気変わったっていうのが、考えてみれば全てあなたにこう発端がありましたよね。あるいはあなたの政治経歴、あなたのご先祖様あったよねっていうのは、まあお気の毒だよねっていう感じはしますよ。僕は抽象的に言うとね、これよく米主主義、民主主義じゃなくて米主主義って出すとおっしゃる、あるいは官僚主導というと慣習主義でしょ、で、あるいは政治はあの安倍一強体制に依存する、うん、あのまあ、抽象的事件でいうと非常に不安定な重心にあまりにも多くを寄りかかりやすすぎてるんだよ ね。だからアメリカがこければ日本もこける、うん、行政官僚制、行政官僚の人材が枯渇すれば日本はこける、うん、で安倍がこければ日本はこける、うん、で統一教会こければ日本はこけるってことをおっしゃったんだけど、うんうん、まあ、その意味で壮大なブーメランであると同時に、あの戦後日本というもののまさに戦後レジームの自画像をよね、あのよく表してくれてるなということだよね、これはね。いや本当そういうことですね、まあ、その一個に立脚してしまうっていうのは、その高度成長期にの日本のある種の一丸となってね、起業家になって24時間戦いますかってやってたっていうのも、うん、まあ、もうそこ高度成長っていうものに全部が寄っかかってて、うん、でこれもその内山隆さんがその日本人はなぜ狐に騙されなくなったのかっていう、うん、1965年っていう契機、ね、まあ、東京オリンピックだったり、うん、ビートルズ来日だったりがあったタイミングで、それまではいろんなものに日本はふわっと寄っかかってて、うん、それこそ八百万の神的なもので狐も狸もいるしっていう、うん、のにふわっとみんな寄っかかっていたのが、うん、ある種その一個に集中していってしまったっていうのが65年ぐらいだと思っていて、うん、でそこの65年ぐらいからのそのムードを作ってきた一人っていうのは、まあ、岸信介以降の自民党政治だったりもして、うん、でっていうある種その全部寄っかかってきたものの総決算みたいな、それがもうズドンとこけたんだよね。まあ、ダンさんがおっしゃったことがすごい大事だよね、うん、あのふわっととおっしゃったのは、うん、アニミスティックな感受性のことなんだよね。日本人は世間に見られ、近隣に見られ、そして森に見られ、山に見られ、八百万の神に見られることでなんとなくノーフォーズじゃなくなるんですよ、うんうん、ところが日本人は見る存在がいなくなった途端にノーフォーズになりまくるっていうことですよね。だからそれが一点に重心を置くっていうことは、それ以外のものが見る力をなくしていくっていうことなので、結論的にさっきのアメリカのケツを舐める、行政官僚のケツを舐める、政治家のケツを舐める、マスコミのケツを舐める、評論家のケツを舐める、日本人っていうね、ケツ舐め連鎖のムカデ競争に自動的になるんですよ、うん、僕が申し上げていることはもちろんスローガンでもあるんだけど、全てねロジカルな帰結なんです。そのロジカルな帰結の出発点はダーシャがふわっとおっしゃる、ふわっとっていうふうにおっしゃった、その表現に象徴されるものでね、うちら日本人って三島に言わせれば空っぽなので、内側から湧く力によってね、ある価値を貫徹しようというオリエンテーションを持たないんです、うん、でそれは小室直樹氏によれば日本人の明確な劣等性なんだけど、うん、その日本人の劣等性が日本の劣等性としてあらわにならないようにしていたのがふわっとなんですよ。なるほど、うん、割とみんなお互い様だよねっていう感じの寄りかかりで、この子としての強さっていうよりは、うん、みんなでふわっと、うん、お互いは見ている、まあ、その裏山が見てるとかね、キツネが見てるとかっていう、うん、それもう少しね、宮田さんと聞きたかったのは、うん、そのふわっともそうなんだけれど、まあ、昭和天皇がね、うん、責任を取らなかったっていうこともそうだし、うん、それからメディアも、うん、ある意味で戦前と戦中っていうのがこうコロッと変わってしまった、うん、朝日新聞にしても読売新聞にしても毎日新聞にしてもそうだけれども、責任取らずにこう
昨日までなんていうのそのこう鬼畜米英だったのが、うん、戦後すぐ民主主義になったっていうのもそうだけれど、うん、でもある意味で岸信介っていうその政治家、うん、あるいは戦前の革新官僚っていうのはある種その象徴みたいなところがあって、うん、確かに東条英機に対しては東条英機のあまりにもこう あからさまな犯したみたいなものには抵抗した、うん、でそれをこうある種テコにして永久戦犯で処刑されるのは逃れたと言われてるけれど、うん、でも実態としては戦前戦中のある種国家社会主義者であり、うん、ファシズムの一番の担い手だったんだけれども戦後コロッとなのか彼自身本当のところでどう考えたのかそういう意味で言うと安倍晋三なんかよりもよっぽど面白い人物であるし、うん、こう興味深い人物ではあるんだけれどもでも戦前戦中の国家社会主義者でありファシズムの担い手であった人間が戦後アメリカとべったりになりそのある意味でこうなんていうかなこう戦後のあの宮台さんが言ってるアメリカのケツなめ、うん、社会の根幹を作り、うん、でそのおそらく統一教会っていうのはもしかすると一部だったのかもしれない、うん、ですね、うん、もちろんあの当たり前だけどアメリカの CIA のね、うん、監視と援護の下でこのレジーム統一教会日本レジームっていうのがあったわけだからねだからそれはだからおそらく岸は、はい本当はデスバイハンギングだったはずなのに、うん、これだったら生きられるって彼は思ったわけですよそうですね。だからある意味で岸っていう人間は、うん、まあその末裔である安倍がこういう形で殺されたっていうのはまあ後に話すとしても、うん、岸っていうのはある意味戦後の日本あるいはさっきダースさんが言ったようなふわっとのこう原型みたいな人ではあるっていうような気もするんだけど、うん、どうなんでしょうかね。あのそういう面がありますが反面もありましたよね。つまり義士ってある種魂なき合理性みたいなものの権化だと思うんですね、うんうん、まさに官僚って官僚なんですよ、うん、まさに官僚 で官僚ってあの政治家が変われば、まあ、使える、まあ、官僚ってのは政治家にとってははしためですからね、あのコロッと言うことも変えるしやることもコロッと変えていくってことになる。だから行政官僚としての、まあ、鏡みたいな人が義士、だと思います、うん。同時にね、結局あの天皇陛下が神様ですがアメリカが神様ですにあの変わっただけで、これは実は GHQ が考えていたことでもあって、アメリカが神様ですに変わるために天皇が、私よりも上にアメリカがいるんだというふうな表現を事実上した、まあ、これマッカーサーとの、あのポートレート写真のことですけれども、あのだからアメリカはあの非常に合理的なあの戦後統治の戦略を、まあ、ルース・ベネディクトラを、まあ、座長とする、開戦直後からの日本研究で明らかにして、天皇制は廃止してはならない、天皇制を廃止すると日本を民主主義国家に直すことはできない、天皇制をむしろ日本の民主化のために、利用する。でさらに今あの岸を含めた旧遠旧戦犯の公職復帰も今のようなあの図式のもとではね、天皇に仕えたようにあの天皇のご案内通りアメリカに今度は仕えてもらうというふうな方向でそっくり丸ごとシフトさせるっていう意味では実は合理的だったんですよね。でそれはもう一度言うとアメリカから見てまず合理的であるっていうことと、敗戦国である日本はそのアメリカの方針に従ってまあ、つつがなく行動することが例えば岸にとってあるいは岸から見た場合のカッコつきだけど、まあ、1940年体制的な国体の維持にとっても合理的だった、言い換えるとそれ以外の選択はもしかするとなかったかもしれないってことなんですよね。でも、うん、だから不思議だなと思うのは、ね、先日ゴルバチョフが死んだけれども、うんはい、でもそのいわゆる冷戦っていうのは日本、まあ、ある意味日本はそれほど主導権もちろんなかったんだけれども、うん、それがなくて逆コースがなかったら、うん、岸はデスバイハンギングだったかもしれないし、ね、もう少し日本の民主化みたいなものはこう変わった、戦後の日本の自画像みたいなのは変わった可能性があるっていう。多分でもそれよくね言われることでね、あの、まあ、朝鮮戦争の時にあのマッカーサーが権力を失うっていう背景も今青木さんがおっしゃったような冷戦体制の深刻化っていうことが、まあ、背後にある。だから日本をあのアメリカの理想主義者たちの考えるあの従来の東側と違う社会主義国、うん、日本は実はある種の社会主義国として構想されているわけだけれども、
でマカサがそうした発想の、まあ、中核にいたわけですよね。しかしそれを、取り除くっていうことで、日本を、まあ、極東の不沈空母にするっていうふうな方向に、まあ、アメリカから見るとなって、でそのために必要なものだけを残していくっていうことになった。だから、まあ、時は少し起きますけど、1972年田中角栄が誕生して、まあ、あのほどなく失脚させられてしまうというのもね、そういうアメリカの敷いたレールに逆らうやつが突然出てきたからっていうことですよね。だからまあその意味で言うと、まあおそらく冷戦体制、例えば48年49年ってね、あのソ連が水爆成功させたり、中華人民共和国が成立したり、そしてその2年後の朝鮮戦争が始まってとかっていう流れって、もちろん歴史的な偶然なんだけど、それゆえに極東の不沈空母化させるっていうアメリカの方針、それ もう今ずっと今まで一貫している方針が作られて、それにふさわしい、まあ、国体がね、あの国のレジームが制定されたっていうことから見ると、あの歴史的な偶然に左右されているようでもあるけれども、すごく他に選択肢がなかったようでもあるっていうところに、うん、究極の状況だったっていうことかもしれませんね、うんうん、その辺がだからやっぱりこうそういう面では岸さんと安倍晋三氏は、まあ、似て非なる感じがするというか、まあ、頭の良さが全然違う、まあ、違いますよね。やっぱ岸さんが多分その、うん、多分東条英機に逆らったのは、まあ、おそらく戦争が負けるってやっぱ分かってたと思うので、うん、まあ、その時に自分が延命するための措置として、まあ、一つそういう、まあ、パフォーマンスはしていたのかなという気はするし、でも、まあ、宮田さんがおっしゃってたみたいに、じゃああの時岸じゃなければ日本はどうなっていたかっていうのを考えると、確かに他に選択肢がなかったような気がするんですけど、安倍さんが行ってきた政治、安倍晋三氏が行ってきた政治っていうのは、そういうギリギリの状況の中ではなくて、まあ今日後で安倍三代を、ね、ベースにお話をしていくと、本当に何もない空っぽの人が、まあ、ちょっとしたこう自分の中の運命みたいなものを感じ取っている中で、なんか思いつきで、まあ、手段を選ばず、まあ、本当にいろんなことをやってたというような気がして、なんでそこに必然性みたいなのは全くこうやって感じなかったんですよ。でもそうなんだけど、うん、そのようなね、あの空っぽな人間が思いつきで政治家ができた理由は、うん、レジームがしっかりしていたからだと思うんですよ。なるほど、ね、それはまあ昭和 OS っていうふうに呼んでもいいものだと思います、うんうんうん、もちろん経済的にもね、新幹線だ、高速道路だ、あるいは電力網だ、あるいはあのいわゆる放送網だっていうことでね、あの戦後20年ぐらいかけてものすごい勢いで、あの昭和 OS 的インフラが作り上げていかれたんだけれども、うんうん、その背後で全く同じようにして、あの日本の国家機構のさっきの鉄鍋連鎖の分かれ競争的な方向性っていうのも、もうほぼ完全に確定していて、でそうするとこれはね、あの米主主義なのであのアメリカがしっかりしていれば、あのトランピストみたいなのが出てこないような状況のことを想定しているわけですけど、日本も安泰だろうと考えたわけです、多くの人は。でね、これ大事なことで、例えばあのそのまさに岸信介ってさ、あの満州帝国の官僚でやろうとしたわけ で、ね、満州帝国って要するに日本があのこの古臭いですね、あのカビ臭い国とは別の全くの新しい近代国家をね、満州に作ることで、あの日本が本当の意味で欧米列強の仲間入りをするということを考えていたわけですよね。でも戦争に負けた、いやその戦争に負けた日本が、しかし、欧米列強に伍する近代国家として、近代化を解けるための選択肢は何かって言ったら、やっぱり岸信介のような選択しかなかったんじゃないかなっていうふうに、だからそこまで言い切るのがちょっと僕も勇気がいるなと思うけど、みんなが思うほどですね、岸のおかげでこうなった、つまり悪い方向になったというよりも、岸は非常に合理的な選択を、個人のエゴからも、あるいは国益という観点からも、アメリカから見た場合のアメリカの利益という面からでも、まあ、かなり合理的に振る舞ったんだろうなと思うんですよね。でその岸信介が官僚だという前提で見たときに、その官僚として誰に使えてたかというのが、うん、まあ、その米主主義的にアメリカに使える優秀な官僚だったとっいう中で、さまざまな選択をしていたということで、大体その、岸のその安保のに含めたあの選択っていうものがまあ説明できてしまう。あれは誰のためにやったのかっていうと、米州主義っていうアメリカっていう主人のために官僚的に伝えて、その合理的な選択をしていったと、うん、でかつそこでアメリカに使える優秀な官僚以外の人が日本の舵取りをしていた場合、じゃあそれがあの日本の生き残りっていうことで、うん、あのにつながったかっていうと、まあ、確かに難しい面はあるっていうのも
あのまあ岸のね課題評価じゃないかっていうコメントがありましたけれどもね、あの気持ちはよく分かる、でも岸じゃない、誰かがね岸以上の合理性を発揮できた可能性をじゃあちょっとご案内ください。なるほど、はい。まあ、今ちょうど岸信介の、まあ、プロフィール、まあ、あの本当に簡単な略歴が出ているんですが、青木さんはまあこの安倍三代では、まあ、岸さんに関してはそんなに詳しくは書かれてはいないんですけど、青木さんの、まあ、岸信介表っていうのはどうなんですか。いやいや僕、本当に真面目に思ったのは、そのこれ、まあちこちで言ってるんですけれど、僕は実は安倍晋三っていう人をね、結構あれその第二次政権ができてた直後くらいにある編集者から、安倍晋三の評伝を書かないかと取材をしてと言われて、で僕は考えて断ったんですよ。なんでかっていうと面白くないでしょ。まあね、要するにそのそれで山口の隆起が書いたのか。いや要するにノンフィクションってよく、まあ僕がこういかほどのノンフィクションの書き手なのかどうかは別としても、ノンフィクションの花って基本的にはやっぱり事件とか そうですね、はい、とあと人物評伝、いくつかあるんですけど、でも人物評伝っていうのはノンフィクションの花のうちの一つで、でも人物評伝ってこうノンフィクションの花なんだけれど、圧倒的な大前提があって、別に善人だろうが悪人だろうが政治家だろうがこう神様だろうが極悪人の犯罪者だろうが、やっぱり取材してこう面白いエピソードが出てくる、でこう人をこう怒らせる、あるいは共感させる、何でもいいんだけど、こんな面白いやつなのか、あるいはこんなけしからないやつなのかっていうやつであればあるほど、てかそれがなかったらノンフィクションって基本的に成り立たないわけですよ、人物表で。そうですね、はい。で安倍晋三氏に関して言うと、まあそこに書いたけど、結論から言えばかけらも面白くない。そうですよ。ただその点で言えば、僕は岸信介っていうのは多分あった圧倒的に面白い。でもだからこそありとあらゆるそのまあそのノンフィクションライターもそうだし、作家もそうだし、それから学者もそうだけれども、岸信介に関してはこう様々な面で未だ闇の部分も含めて、いろんなこう研究だったりとかこう取材だったりとかが尽くされて今もいる。だからあれでしょう、まだやるんだと思ったけど、でも面白いんだけど、あの菅三順さんが今集英社でおそらく多分本にすると思うんだけど、岸信介って何者だったのかっていうことを、さっき言ったの官僚主義なのか何なのか、どう評価すべきなのかってことを書いてたりとかするわけですよ。で僕はだからその岸信介のことを今更取材をして書くっていうのは、まあ、はっきり言えば相当しんどいし、何をこう少なくともジャーナリズムとして新しいファクトを見つけ出して書くってことができるんだろうかっていう尻込みするところもあったし、安倍晋三に関して言うと面白くないでしょっていうのがあったわけで断ったんですよ。ところがそのアイラの編集長だった浜田恵子さんという人から、その確かに安倍晋三面白くないでしょうと、ただその安倍晋三が なぜ今の時代に生まれたのか、でこれは僕のこの本にも書いたんだけど、安倍晋三氏はその安倍家、あるいは岸の孫として生まれてなかったら、多分政治家になってないよねと。そうですね。だとするんだったら、いわゆるこうそのなんていうのかな、こういわゆる DNA とかっていうようなこう差別的な論理ではなくて、その彼のルーツをきちんとたどった上で、そのこう彼のような政治家が生まれるに至ったこう戦後日本社会みたいなものはきちんと追った方がいいんじゃないですかと。でしかも慎太郎はともかくとしても、実は、まあ、これまさにそうなんだけど、岸ではなくて安倍家の方でいうと安倍寛っていう父方の祖父っていうのはほとんど知られていないと。そうですね。だから、まあ、安倍家っていうことで言えば、まあ、その家制度を肯定するわけじゃないけれども、安倍家っていうことで言えばほとんど知られていない、しかも反骨の政治家である安倍寛というものをルーツにしながら、安倍寛、それから慎太郎、それから安倍晋三というものを追ったら物が書けるんじゃないでしょうかっていう提案を受けて、じゃあやってみようかと思ってやってみたら、まあ存外っていうか、僕は少なくとも安倍寛っていう人に関してははっきり言えば大ファンだよ。いや、むちゃむちゃもう、あの筆が走ってる感じがよくわかりますよね。だから、まあ、岸っていう政治家に関してもそうだし、まあ、だからまあある意味
ノンフィクションっていうよりもマスコミ人間っていうか、うんうん、まあマスコミ人間って要するにイコール野次馬なんだけど、野次馬ってさ面白いか面白くないかだけなんだよ、ね。まあ、確かに。はっきり言えば、うん、安倍晋三に関して言うと、うん、その功罪に関してはいろいろ語るんだけど、でもね人間としてはね、かけらも面白くない。まあ取材してて、まあ、その安倍晋三の例えば、まあ、恩師だったりとか、うん、同級生だったりの、まあ、証言がいろいろ出てくるんですけど、まああの青木さんも書いてて、まあ、ほとんどの人がみんな同じようなつまらない、まあ、目立たない人だったっていうの感想しか出てこないわけです。うん、あのちょっとまあ安倍晋三氏のことを、まあ、僕ら同時代なので、はい、若干擁護しておけば、うん、それはその先の大戦とかっていうもののこう社会や政治が良かれ悪しかれ激動している時代に生きた人たちと戦後の、まあ、ある種こう平和なのかどうなのか別としてもね、時代に生きた人たちと物語のあるいはエピソードの違いってのがあるっていうのは、それはあの別に晋三氏もそういう時代に生きた人間としてね、こう比べたらかわいそうだなっていうところもあるんだけど、でもね、こうこれは本当に言っとくけど、その小学校から大学まで成蹊学園で過ごして、で別に成蹊学園って悪いあれじゃないんだよ、もちろん名かっていうかいいところのロボちゃんが集まってる大学では、で、ね、はい、あの学園ではあるんだけど、でも小中高大、うん、だから彼が就職した政略、まあ5年入社だよね、うん、した神戸製鋼所の、その同僚上司多分本当100人近く取材したけど、うん、安倍晋三氏に関してその語るべきエピソードは深いんだよ、ね、だからでか、まあ、それはいいんだけど、彼の口からその後のこう右派的な政治信条につながるようなエピソードとか、うん、どころか彼と政治的な話をしたっていう人が、うん、そのもしかしたら僕の取材漏らしの中にいたのかもしれないけど、でも少なくても数十人取材した中で一人もいない、一、うん、人もいない、うん、これって逆に恐るべきこと。確かに。だから大学の彼の行ったゼミっていうのは佐藤渡さんっていう、まあもう亡くなりになってるんだけど、はい、その地方自治の専門家で、あのそれは本に書きましたけど、そのメディアで地方自治に関するようなことがあると佐藤さんに聞くっていう、もう常連のコメンテーターみたいな人なんだけれども、うん、彼のゼミに属してたんだけど、そのスキーの合宿とかには安倍さんよく来てたらしいんだけど、晋三さんはね、だけどゼミで彼が何かを発言した記憶がない、うん、で卒業論文何書いたんですかって言ったら、そのもちろんあの体感されてるのでその残してないんだけど、でも辞める時にこう記憶に残、あのこれは大切だと思う卒業論文だけは手元に残して、うん、あとは申し訳ないけど廃棄した、はい、で安倍さんが総理になるって聞いてちょっと探してみたんだけど、ないと。でその安倍さんが何を卒業論文として書いたのかもう記憶にない、ない。でもね、悪じゃないんですよ、うんうん、みんな言うのがいい人、うん、それからなんていうのかな、なんかこう彼のことを悪く言う人いない、うん、で成績も飛び抜けてない、うん、でも悪くもない、うん、まあだから平平凡凡な邪魔だよね、だから何なんだろうね、何なんでしょうね、だって人がそのことがね、うん、あの今につながるある新しい日本の空っぽさをね象徴しているとは思いませんかってことなんですね。なるほどね、はい、と安倍晋三氏がね、あの完全なそのノンポリシーノンポリ系の人から右の方に舵を切るっていうのは、まあ、政治家になってからのことでね。そうですね。で、まあ、それはまあ僕の言う鍋パーティー問題そのもので、うん、孤独な安倍晋三氏、劣等感に苛まれている安倍晋三氏にある種あの鍋パーティーに呼んで座布団を与えた、まあ、旧っていうかね、後に日本会議になるようなあの政治勢力っていうのがやっぱりあって、でその中で彼はあのちょうど定年退職したおっさんが居場所がなくてね、 YouTube を見て、まあ、うよぶたになるのとよく似たようなね形式が見て取れるでしょ。なるほど。定年退職うよぶた、まあ、ネトウヨ系になるお父さんって、うん、あの在職中ネトウヨ的な言説ってほとんどしてないんだよね、僕が、うん、まあ、7、8人が子供たち学生たちから相談を受けているんだけど、突然
ネトウヨになるんですよね。で本棚の本を一段目を取り除くとネトウヨ系の百田とかの本がバーッと出てくるとかっていうね、うん、そういう状況だから、そのなんて言うんだろう、その日本的な時空間ではもともとね、これは古くからの問題だけれど、イデオロギーや価値ってあるのかってことですよね、うんうん、たまたま鍋パーティー食わせてくれたやつの語ってることを自分も語るようになるだけだから、その意味で言うと安倍晋三の内側から発する価値観っていうのは僕もう全く感じないんだよね、うん、でしかし ある種社交の知恵としての、あるいはその社交の知恵を前提として生き残るためにこれを言った方が都合がいいだろうっていう、ある種のエゴセントリックな合理性の枠の中で振る舞うことによって右派政治家であるかのように仕立て上げられていくっていうね。でこれ安倍晋三だけじゃなくて、で僕安倍晋三氏は日本人の自画像で、どこを切っても金太郎飴の安倍晋三の顔だと思いますけれども、僕の同業物書きをしているような連中もね、もうもちろんさ、見かけ上は、左翼リベラルだ、風光主義者だ、フェミニストだとかってやってるけど、僕に言わせると、いや信用できるやつはほとんどおらず、たまたまポジション取りのためにそうした方が都合が良かったっていうエゴセントリックな理由でそうなっているだけっていうのが、日本の、まあ、価値や思想をめぐるね、本質的な状況で、だからそれを、まあ、一丸幸は空っぽって言ってたわけなんだ。本当に空っぽなんですよ、どこもかしこもね。だからそういうその空っぽさの今日的な形態、孤独なお父ちゃんが、孤独な大学生が鍋パーティー食わせてやつの色に染まるっていうね、その今日的な形態、今日的っていうのは特に1970年代末、80年代以降のね、形態を、まあ、本当によく表しているなって気がしますね。なるほど。でもどうなんですかね、うん、その確かに宮田さんのおっしゃる通りだなと思いながら、うん、ただ安倍晋三氏っていう人のある種の特殊性ってね、うん、やっぱり岸信介の孫として生まれた、うん、これはね取材してみて思ったんだけれど、安倍寛さんっていうのは1945年か6年に本当に若くして50数歳で亡くなってるわけですよ、うん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 、でもし安倍寛っていう人がもうちょっと残ってて安倍晋三と本当に直接触れ合っていれば、うんうん、もしかすると日本の今の現代人って違ったのかなと思うんだけれども、で安倍晋太郎っていう人はその田舎から山口県でも下関なんかは大都会のところにとちょっと違って、あそこ本当下関っていうのは林義政っていう、まあ、元々は林家の本山なわけですよ。そうすると安倍家っていうのはもともと新参者っていうか田舎者なわけですよ、下関においては。だからこう選挙でものすごい苦労してたので、うん、安倍晋太郎はもうずっと向こうにいるわけ、うん、そうするともう東京に、だから安倍晋三って人は東京生まれ東京育ち、うん、さっき言った小学校から大学まで政権だけど、うん、はい、その晋三氏をものすごい可愛がったのは岸信介だったんだよね、うん、だから彼が総理だった時代とかその後もそうだったらしいけれども、夏に箱根の別荘なんかに行ったりとかすると、あるいは御殿場の別荘なんかに行ったりとかすると、もうとにかくもう安倍晋三を呼んで可愛がったらしいっていうのがエピソードここにも書いてあります。そうそう、だからどうなんでしょうかね、その確かに空っぽなんだけれど、うん、やっぱりどこかで彼の中にはやっぱりそのなんかこう遺伝子っていうかはあったんだことはあったんだろうなっていう気はするんですけど、ね、空っぽのね、僕だから安倍さん、宮台さんがそうやって教室のよく聞いていて、うん、あそうだなと思ったら、まあ、その後菅義偉っていうもっと空っぽの人が出てきたため本当に何にもなんか何にもないなこの人っていうか、うん、その菅さんっていうのもすごく不思議な人で、うん、その物語をいろいろ語っていると雪深い役者から出てきてみたいなことを言うんですけども、うん、そのある種のイデオロギーだったり思想だったり、安倍さんは、まあ、その鍋パーティー問題で右派的な発言をするようになったけども、うん、菅さんにだってもそれもないから、うん、何なんだこの人はっていう、うん、でもそれも非常にその ある種の日本人っていうものを全てこうギュッと平均化するともしかしたら菅義偉的なものになってしまうんじゃないかっていう怖さもあって、うん、で安倍さんはだからやっぱり人気があるじゃないですか、その右派の、うんうん、右派論人の、ね、それこそ花田さんとかウィルで書いてる人たちとか桜井よしこさんとかそういった人たちがもうひたすら安倍さんを持ち上げて、もう安倍さんしかいないみたいに言っている何かっていうのが
まあ、それこそ騎士的な騎士ブランドっていう言葉も出てくるんですけど、安倍さんの中には。で、まあ、そういったものを身にはまとっていたんだろうなとは思うんですけども、で安倍さんいい人だっていうのもなんかね、割とその会うといい人だとかね、友達思いだとかっていう周辺の、その人当たりの良さみたいなエピソードはいくらでもあるんだけども、でも なんて言うんだろう、僕はこの本読んででも、その特に安倍寛さんのある種内発的な何とかしなければいけないって非常にモチベーションのある人、うん、で慎太郎さんはまあそれこ その母親を早くに亡くしてっていうところと、子供が生きてきた慎太郎さん、父親もすぐ死んでしまってっていう中で、育ってきたっていう、ある種その力を持たなきゃいけないっていう動機づけっていうのがすごくある人で、これでもやっぱり DNA 云々っていうのがやっぱりないなと思うのは、やっぱそれが全く安倍晋三さんに受け継がれていないというか、まあやっぱり劣等感だと思うんですよ。でね、まあ、ちょっと個人的な記憶をたどるとね、まあ、僕は比較的もともと価値を語る存在なんです、若い時からね。で、僕が一体誰の劣等感を刺激してきたのかっていうことが本当によく分かるのは、うん、やっぱりね、価値観が空っぽなやつってね、いっぱいいて、うん、その人間ってね、価値観を持っている人間に対してやっぱり強い劣等感を感じるんですよね。で、その劣等感を感じた場合に2つの方向性があって、で一つはですね、もちろん劣等感は劣等感としてですね、その価値観を語るやつを憎み、俺は単にうまく生きるだけだっていうふうにして、むき出しのそのブルータルな戦略家として生きるようなやり方で、これはそれが吉木氏に近いのかなっていう気がする。で、それに対して価値観が空っぽであるがゆえに価値観を偽装して、自分が価値観になる人間に劣等感を抱いたのと同じような意味で、価値観のないやつらに劣等感を抱かせるような偽装するっていう戦略、うん、でこれがね、安倍晋三的な方向性に近いのかなっていうふうに僕は個人の60年63年の人生を振り返ってきてやっぱり思うんですよね。で、劣等感ってね、何度も言うけど誰にでもあるんですね。僕にでもあるし、皆さん見てる方にもあるんだろうけども、うん、特に周りに安倍晋三氏のような非常にですね、価値に満ちた存在がいるように見える、それは安倍寛であったり、あるいはかっこつきだけど岸信介であったりっていうのがいる場合には、やはり菅的な戦略か安倍的な晋三的な戦略かっていうふうなね、二者択一を迫られるところがあるかなと。そもそもなければ家出して出奔して全く無関係に生きるかっていうことだと思うんでね、うん、なるほどね。まあでもそこでちょっとなんか僕、うん、安倍晋三の、うん、統一教会との、まあ、関係性っていうのはすごくちょっとよく分かるような気がするっていうか、うん、まあもちろんね、その岸さんからずっと統一教会は自民党の中に脈々とあったんだけども、やっぱりこう前もちょっと話したと思うんですが、中政さんが言っていた時に、東大に入った時にね、結局東大に入るとものすごいエリートか、俺こんな優秀の中に入っちゃって一体こう今後どうやって生きていったらいいんだろうっていう不安に駆られる人がいて、安倍さんも、まあ、元々はきっと政治家志望ではなかったと思うんですけど、まあ、特に安倍さんの場合お兄さんが特にそんなにやっぱ政治に興味がなくて、どっちかというと繰り上げ的に安倍家の中では、まあ、政治家になるっていうのもあって、まあ、さっきも青木さんがおっしゃってましたけど、大学自体も別にこう政治のことを勉強したりとか憲法のことを勉強してた形跡もそんなになく、そういう人が政治家になった時にもいろんなことがきっと不安があって、何かにやっぱり寄り添いたい、まあ、その中の一つが、まあ、ある意味日本会議的なものだったりとか、うん、まあ、あるいは統一教会的なもの、まあ、それはもちろん評伝ってこともあるんだけども、そういう、でもそれはよく言い過ぎ、言い過ぎ、言い過ぎだと思うよ、うん、だって僕は彼の安倍晋三っていう人のこう心の中は知らないけれども、うん、でも例えば宮田さんがね、うん、前ちょ宮田さんとちょっと話したと、うん、ことがあると思うんですけど、まあ別に俺学歴なんかどうでもいいと思ってるんだけど、うん、でも岸信介はもちろんその東大、東京帝大法学部、うん、吾妻栄と主席を争った、うん、まあ、ある意味での超天才、うん、安倍寛も東大ですもん、ね、安倍寛ももちろん東京帝大政治学部、うん、ね、それから安倍晋太郎もその東京帝大法学部、まあ、戦後、うん、特攻の直前まで行って、 そうですね、
その特攻生き延びて、まあ、彼はあと半年戦争が続いてたらもしかすれば特攻で死んだんじゃないかっていう人間だし、まあ、ある意味でこう名門政治家であると同時に、まあ、東大法学部に行くなんてのはある意味当たり前みたいなこう一家で生まれ、なんで行かなかったのかねってまあでも別に行かなくてもいいんだけど、あれは劣等感はやっぱそれはあるでしょうね、めちゃくちゃあると思います。例えば岸田文雄があれ改正、改正から増したっていうのもよくわからないんだけどいや、まあ、改正で落ちこぼれですね、落ちこぼれですね。でもそれって、まあ、ある意味、まあ、またまたちょっと違うある意味でのなんかこうあると思うんだけど、でその聞いたんですよ、その別にいいんですよ学歴なんかほとんどいいんだけど、うん、でも政経学園ってのは僕はいいあの学び屋だと思うので、まあ、特にね三菱系なんだよね、三菱系ですよね、はい、岩崎系系だし、うん、だけどまあでも別に例えば政経高校から東大目指したって構わないし、うん、あるいは外の大学行ったって構わないし、でもそんな気配は全くなく、それは誰かが言ってたんだけれど、大学どっか外に行こうと思わなかったのって聞いたら、いやお母様 の, その安倍陽子さん、まあ、岸信介の娘だよね、はいはい、お母さんがそんな別にそんな苦労する必要ないから、その別に政経でいいじゃないのって言って、うん、そうなんだ、だから別に彼自身そこで何かこうそういう意味での野心的なものっていうのを感じさせた気配っていうのは、うん、同級生に聞いても一人もいない、うん、あの政経高校から結構政経大学に行って医学部もちろんないので、出来のいい子なんかは医学部なんかは外に行く人たちもいるし、結構外に出てる人たちもいるんだけど、安倍晋三氏は全くそんなのないんだよ ね、 ただ、うん、ただですね、あの平沢勝栄氏、うん、はい、安倍氏のね家庭教師をしてたけど、はい、あの安倍晋三氏がいかにあの頭脳的に難しくて、うん、全くもって橋にも棒にもかからなかったってことを証言しておられるでしょ、うん、でね、あのさっきの改正早稲田問題なんだけど、あのね改正じゃなくて、あの地方の公立や私立から早稲田に入ったんだったらもう地域の誉れ、家族の誉れなんですよ、うん、でところが一回改正に入っちゃったがゆえに、あのそこから早稲田に入ったって言うと、あお前落ちこぼれたなっていう評価になるわけ、麻布もそうなんですよ ね、 なるほどね。でこれってあの中立的に見てやっぱり悲劇なんだよね、うん、で安倍晋三氏が普通の家庭に、まあ、少し豊かな家庭に生まれて政経に行っていた場合と、まあ、親子代々東京帝国大学出身というところで、あの政経にしか入れなかったっていうこととの間にはものすごいやっぱり違いがあると思うんですよね、うん、で劣等感というのはあの社会学でいう相対的剥奪感であって、社会の中の絶対的な位置づけあるいは位置に反応しているものではないんですよ。自分の近隣にある比較対象との兼ね合いで、うん、あ自分落ちこぼれたなとか自分は劣等生だなって思うのが、あの実は相対的剥奪感に基づく劣等感のポイントなんですね、うん、その意味で言うと安倍晋三氏も福田文雄氏も、まあ何て言うんだろう、まあ、僕がよく見てきた相対的剥奪感ゆえに、あのそうでなければ劣等感なんか抱かなくてよかったはずの人間が劣等感を抱いて権威主義者になるっていうパターンだなっていうふうに思いますね。なるほどね、うん、まあ、ちょっとあのちょうど配信始まって1時間経ちましたので、ここで一旦休憩10分挟んで後半は会員限定コンテンツにしていこうかなと思いますが、ちょっと7だけ出ます。安倍さんの、略歴が載っておりますが、晋三さんの、そうですね、安倍晋三さん、今日全員安倍だから、ね、うん、下の名前を言わないとっていうのがあるんですけども、あの91年に晋太郎さんが亡くなって地盤を引き継いで、まあ、衆議院選に出てそこで初当選ということになるんですけど、あの93年初当選か、でその後すぐにですね、まあ、自民党の歴史検討委員会っていうのが設置されて安倍晋三さんも参加してます。あるいは97年には日本の全土と歴史教育を考える若手議員の会が発足して事務局長に、安倍晋三さんは、まあ、就任しております。まあ、その後ちょっと時間は経つんですけど、2002年に総大の舌禍事件というのがありまして、これはあの多分あのクローズドでやった講演みたいなところで発言した内容が、まあ、日本は核を持っても大丈夫だみたいな発言をして、まあ、それがですね、まあ、後にマスコミに出て、安倍さんはまあ憤慨する一方で、まあ、どんどん、その
自民党の中では株を上げていくというのがあるんですけど、まあ、まさにこう自民党に入ってからですね、まあ、こう保守というか、こういうふうな流れになっていくんですけど、その辺の背景も含めて、安倍政治についてもまた総括をしていこうと思っています。そして改めて名前はちょいちょい出ているんですが、安倍さんの直系のおじいちゃんにあたる安倍官の歴史から後半は入っていこうと思っています。ちょっと告知関係2つパンパンと、改めて番組の後半でもしっかりとテキストにさせていただきますが、青木治さんの安倍三代、ダースさんは単行本でお読みになってますがね、はい、現在これ文庫本の方でも朝日文庫の方で出ておりまして、720円プラス税、めちゃめちゃ面白いですので、ぜひともこちら、まだ読んでない方は今日の話を参考に読んでいただけると、さらに、深く読み込んでいただけるんじゃないかなと思います。ぜひともこちら購入の方よろしくお願いいたします。そしてもう一つ、私が編集長やっております君に問うの方の新しい記事がアップしました。これ宮台さんもトークに参加していただいたんですが、東京の西の外れにあります人口でいうと2000人の檜原村、こちらの方にですね、産業焼却場の今建設計画が立ち上がって住民たちが声を上げています。確か9月か10月に都議会の承認が得てしまうと、これ、産廃の焼却場ができちゃうんですけども、まあ、これができると当然ですね、水源に対する影響もありますし、まあ、住民たちは今必死の抵抗を試みています。まあ、この問題から記事の方は、顔の見えすぎる民主主義と日本人に勝ちている価値観というですね、お話もさせていただいているんですが、ひとまず記事を読んでいただいてご賛同いただける方は、記事の一番後ろにオンラインの署名もありますので、よければこちらの方の署名にもご協力いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。では番組の方はちょっと10分休憩をいただきまして、休憩後は有料会員コンテンツになります。まだまだ安倍晋三を深掘りしていきます。最後まで見ていただきたいですので、ぜひとも会員登録の方よろしくお願いいたします。では10分休憩いたします。はい。